子供たちがさ、写真撮ってください、みたいに言ってくれるじゃん。で、全然、あ、いいですよ、みたいな感じで。いいよ、つって。子供たちに罪ないから写真撮るんですけど。もう聞いてると思って言うんだけど、めちゃくちゃマナー悪いスクールとかあんのよ。片付けしねえとか、練習中に横のコートから話しかけてくる。ガンガンあるの。でも、まあ、我慢してさ、全部うちの選手たちにやらせるし、うちのスタッフにやらせるしさ、全部あれするじゃん。こっち。 で、それをさ、大人が注意しなかったりとか、時間守んないでずっと練習させてたりとか、平気でやってんの。大人がね。そんな大人が今こうでこうでこう動けとか、教えられるわけねえじゃん。でもそれに対して悪いの大人だから、子供で説教してもかわいそうだから笑顔で写真撮んだけど、もうそんなコーチマジでやめちまえって思うんだよね。そんな奴に育てられてる子供がいい選手になるわけないから。で、それがね、俺この間あのー、 隣でやってるチームのコーチが、あれ解説したのあの、ふわふわした解説するあの人っぽいな、みたいな。まあ言わないけど、あの人っぽいな、いや、似てるだけかと思って、やっぱその人のチームだった、みたいな。やっぱそうだっていう、クソみたいな解説するから、こんなしょうもない育て方してんだな、みたいなさ。いや、これ怖いって言われたら、俺は怖い人だよ。これ怖いって言われたら。 それの時は、なんかそういう、まあ、ちょっと学ばる、まあいいわと思って、子供たちが写真撮るて、あ、いいよ、つって写真。で、その時に、あの、選手たちのミーティング待たせるわけいかないからか、なんか予定あって帰らなきゃいけないか、どちらあれなんだけど、ごめん、ちょっと時間的に一人ずつは撮れないから、みんな一緒でいいみたいな。で、五人ぐらいの子供たちと一緒に撮ったの。で、ありがとうね、言って。その五人で撮ったうちの一人の親御さんなんだろうけど、ちょっとうちのこと二人でいいですかつって。なんなんそれって思わない怖くないそれ。 その価値観で子供育ててんの。え、で他の子たちとか、ええー、いいな、みたいな。どうすればよかった、みたいなさ。教育まで教えられるコーチ、高さも大変だ。いや、これって教育ですかこれって。これ教えらんない人、教えらんないよ、サッカー。そんな親はいるよ。そう、いるんよ。で、こういう親御さんと向き合わなきゃいけないのがスクールのコーチなのよ。こういう親御さんが、なんでうちの子使わないんですかって言ってくんよ。 それをちゃゃんんと指導しななきいいいけない怖いんよだからそうだからスクールの、ね、使用者の方々、ね、まちゃんとした人たちもいるの知ってるからねでもた時々そういうさえなんで片付けしないのみたいなえなんで俺らが全部やってんのみたいなえなんで俺らのコート入ってきてんのみたいなガンガンあるからそんな信じられないみたいな話がさ まあ、面白い話になっちゃうからね。この間もあったけど。学校の先生、子供の頃絶対言って思ったけど、あの時のあの行動絶対おかしいよなってあるよね。そのぐらいね。まあ、大人になってみると、大人ってそんな大人じゃないって言われる。あとね、こう。あの、頑張った日とかに、その分頑張ってない行動した方がいいね。うん。仕事もいっぱいした。筋トレもした。なんかいろいろ、頑張ったみたいな。 で、そのまま行っちゃうと、なんかこう、頑張ってないと許せなくなったりとか、なんかきつくなっちゃうみたいなあるから、その分、クズなこともしとく、みたいな。マックも頼んじゃったな、みたいなとか。<う>漫画買って、夜中ずっと読んじゃったな、みたいなしとくと、まあ、俺も、ダメなとこあるなと思って人に優しくできるみたいなありますよね。そうまあ、バランスだよね。うん